じゃあ、ちゅうことで、ナーフ後の DJ でやってみますわ、ラクマ。とりあえずな、バーッと刺してな。画面見た。画面見たわ。画面見たよ。かっ。まあ、もともと潰されてたら、これ。まあ、死にして。めちゃくちゃ大事な DJ です。最近覚えた。遅らせ。あかな。下がりすぎだ。やばい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 。死ぬ死ぬ。バランスか。あ、別にトラップとしてもこれあるんで。はい。危ねえ。バウトしたらあの SA 仕込みながら毎中継やるでいいっすよ。はい、へっと、うわ、ブレしゃがみ中、しゃがみ中かな、バイ、マジか。立ちダイバー打った俺はもう、ちなみに癖抜けてねえな。おいや、これは SA 使わないでよ、まだ、殺し切るとき使う。画面見た、画面見たよ、えらい、えらいよえらいジョスクルがあると思わなかった、世の中に。あ、これリーサル。やってくんね。どうしよう。画面見たよ。あれ、パリじゃねえかな。ほら最近なミスるから、ミスったわ。まあ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 、あんまやりたくはなかったけど、まあ、やらざるをえなかったからやりました。あとはお決まりの画面見たよ。あ、差し返してなかったよ画面見たけど差し返してなかったよダメだったよ。しゃがみチューパーは無理だったね。画面見たよ。うん、この前中継は良くない、さすがに良くない。これ絶対投げれる。さすがに差し返せると。これですね、投げれちゃうかなこいつ。はい、画面見たよ。えらい世の中にえらいジョスクルが生まれた。最悪だ。いや、まあ話せば、話し当たれば勝つ。嘘だろ、お前死にてきたぞ。ジョスクル、ジョスクル。お前死ぬぞ、それは。さっき、ね、これで画面見た。ちなみにね、いつもなら画面見るのをしてたよ、俺。いつもより画面見ております。これは難しいと思ったけど。リズムが悪いって。まあ、ここは使うんでしょ。まあ、ここ守備しといたら、次おとなしいんじゃないかな。まだ。あ、これ俺がバカでした。あー、パリ押したー。うー、やっちまった、死んだ。死んねえかなー。お前のゲームはこういう感じやるよ。って感じどうも。マリゾ戦はマジで全くできない負けあるよな。いや、駒投げあるからパラスしかないやんって。いや、バックジャンプしたくなかったか。いやー、いや、タクシー系とかマジな。動くんじゃないよ。
歌詞とかあるんだ。うわー、マリーザの嫌なとこ、マリーザちゃんの一番嫌なやつ、マジでマリーザ嫌、こういうの終わってんだもんな、駒だけか。あの画面見てるんで俺、はい、もう画面見てる DJ なんで俺、画面見てるよチンタです。これ突っ込んでくれよ、分かってるよ、あほらっつってくる、ほらほら我慢しきれない、絶対来ると思った、あっ突っ込んでくるよ、これラッシュ止めよ、ジュラシーラッシュ止めろ、これよけなかった。あーまあここで使えば SA2 は最後た使えなかったわ、 SA3 のコマンドが終わりつき、ラッシュ中和して止めるよ、あ、あ別についた、まあ一応ここはねパリボタンってやつ、インパクトボタンし終わっている、チェッシャー、俺の勝ち、なんで負けたか明日まで考えろ、運ゲーじゃこれも挑戦した方が良かったんじゃないの、カプコンさん、これ調整しなかったのどうなってんだい、カプコン、ルークのジャンプも調整せずにこれも調整しないとな、俺これ来ると思ってたけどな、ちなみに、ちなみにな、なんで来なかったんこれ、アホやろこれ、えマジでアホじゃないこの技、見てくれよこれ、クソ外れるからこれできるよ、コパ絶対コパ抜けるやん、これもうドビッチョクの見た目や、離れるからもうやからこうアホやからマジで、えほやろ、なんでナーフせんかったんカプコン、おっと今をときめくナーフが入った JP さんじゃないですか、じゃあ飛んじゃおっかな、はっお前も飛ぶじゃねえ、俺も対空弱いよ、画面見たよ、画面見てるよ、画面見てる、こっちだよ、はい、なんか、いっぱい D ゲージ回復するんだよ、はい、画面見てるんだよ、今までは脳死でジャック・ジュンスクル出したけど画面見てるんだよ、後隙伸びてないよ、あここはバーアウトさせたかったから、あの普通に出し切りました、画面 見ずに出し切りました、今のはねバーアウトさせたかったからね、理由のあるね、画面見ずに、画面見てるよ、画面見てるよ、はい、画面見てるよ、あーった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 、死んだんじゃないの、もう一応そばったのか、すいませんできないから、できないことは俺やらないんで、あの画面見てるぶっちんだよ、今までのぶっちんだと思ってるかい、画面見てるんだよ、そんな画面見ずにさ、そんなジョスジョしてる DJ 止まらないわけね、マジで、はい、あー届いてない、ねえここら辺の火力変わってないからな、別に、あこれは補正 20% 乗ったらしいけど、あおおお痛すぎだろ、
なんか出たわ。このジャンプ中パンチは多分弾なんだけどな、俺は。上が入るんですよ。画面見てるよ。投げ入れないね。バカ野郎。ん？や、やつい。おいっぱい。おお、まい。強すぎるぞ、その連携。ああ、遅かった。遅かったー。無駄な動きだ。確かあれで枯れたような、 JP は無理だったような。 JP 無理だったかな。 JP 無理か。 JP 行けたら多分全員いけるから無理か。いやー、ジャンプしよう。もう一回いっぱい耐えこんな。お前困んねえじゃん。なんだ、あ、ルークは積んでると思ったさすがに。次のヘイトの武器先やから俺ルークさ。なんでブロックやねえ。なんでマイナスブロックやねえ。頭考えたか。誰が作った。インパクト、インパクト。レンガやばい。おお、潰した。今までな、絶対潰さんかったで、あれ言い切っていい。絶対潰さんかった。投げろ、投げちゃおって投げただけ。あれな、設置との夢なんだよな。マシンガン、オーディマシンガンにする必要なかったなーって今思いながらやってたしたら、せっかくやりたいこと忘れてたわ。ロスクールだよ、そう忘れてたわ。何普通に削ってんだよ。ロスクールでしょ俺がやりたいのは。おじいちゃんだねー。やばいですねこれ。俺の脳死ラッシュが。SS パラシュ勝った。あのさ、やばいってお前。ルーク出したろうかお前。お前ルーク積んでるだろお前絶対。あ、ええやんか。いやあれ確定なんだけどなこれで。あーマジで、あの技 JP 入れつけたの誰だよ。出てこいよマジで。 DJ につける、 DJ に。こんなクソみたいなスライディングじゃなくてさ、いらねえよこのスライディング。ざっくり立たねえよこれ。地続らねえよマジで。ダルシムぐらい地続んでやったらこのスラ強かったマジで。今ダルシム来たけど、ちょうどこのダルシムぐらい地続ってくれんやったら強かったけど、地続らねえんだから DJ のあれよこせよな。わわ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 、 OD は殴っていく。うわ、ちょ当たれ。
ダメだ。あ、これね、ダメージも対策1個あんだよ。伸びる手ガードした後ファイヤーキャンセルしてくるやつは、これ OD 玉でなんとかできるんだ。バックだろ。はぁ、もう許されないわそれ。届け。はい、伸びる手ガードさせてこい。ファイヤーだろ、そのファイヤーじゃねえ。いやー、ファイヤー見てから OD 玉でよかったな今マジで。これ、はい、そこね、これが違う。でダルシムさ、守り強いからこれ嫌なんだよな。ダルシム守り強いと思いの皆さんいるでしょう。違いますよこいつ、守り強いですよ実は。いや、強いっつったらこれやろ、強いっつったら俺が悪い。あまり強い言葉を使った、俺が強い言葉を使った。弱くない守り全然。ドリルがさ、あの守りで万能すぎる。だからダメだって話す。俺のバンドぜ。やばい、これ SA2 ね、これ。まあ俺が下手くそだったって話なんだけど。出ない。さすがに見てからいける部類でフレームでかいじゃんそれ。うわー、それ聞いてない。やるじゃねえか。いや、それは出すよ。マジか。聞いてねえわ、それは。このね、ドリルが強すぎて。うわ、あとはこのヨガファイヤー出してもいけたら、ボディータまでなんとかなったり、あとなんとかなったり。わからん殺しし一生してきた。いや、あのさ、あの SA3 いつどこでパラそうとしか考えてなかった。ここでな、オーディータ落ちも良くないんだ。ここはあの剣です、剣、剣になります。これ見てから、これね、パリしてたんじゃないかな。やばい、やばいっす。アルシムさん、起きてる多いっすよ。あの対策されました。ガメ最強多いだね。
って感じ。いや忘れてたっしょ。まあ一応それがやったから一応なフレイムの方もあるよって見せたからやったのかもしれないけど、もう俺反射でやってっから予備入ってねえぞ。うわうまっ。無理だなぁ、ダルシム戦、マジで。いや、いける方だとは思うんだけどさ、DJ。マジでむずい、ダルシム戦。これ、ダルシムが強い、無限ね。いや、まあ、ダルシム対策で、一応できたはできたか。まあ。あのドリルがガチやばい、マジで。ダルシム。まあ、5の時からやばかったんだけど、あのドリル。とりあえず困ったら浮いてドリル当てに行くみたいな。てか、空中浮いてできることあるの強いな、ブランカとみたいな。ブランカとかと一緒で。ブランカキャミとかさ、あいつだって空中浮いてさ、とりあえず、上浮いた上で技出しまーすって感じで。感じじゃん。ダルシム一緒でさ、あれ。てか、あれに関しては対策がわかんねえんだよな、マジで。キャミーと違って見てから落とせねえしさ、あれ。見てから落としたらこれスカル。だから、マジでどうしようもねえんだよな、テイクドリブル。出されたら出されただけでおしまいみたいな感じだった気がする。もしくは見てからコマンで落とすとかなんかね。じゃあ、ファイブは見てからコマンで落とすやった。じゃあ、対策。本当に終わった。本作もこれしらあかんのかな、もしかして。これやったら本当にやばいよな。てか本作パニカンシステムできたせいでさ、起き上がりでテイクドリルがあるのがやばいんだよな。ファイバーテイクドリルじゃなくてテイクゲールつってさ、空中でまあ残空みたいな技出してさ、なんとかしてたんだけど。あマノンがもらった強化俺嫌だ、嫌そうだなって思ったわ。画面見てないよ。なんか見てよ。まず一つ。何も見てない。何も見てないね、俺。まあまあ無理でしょうこれ。許してほしかった、許されたか。引きつけた、えらい。これ説明と一緒。マジか、マジか、マジか。SS 使わないこと一緒。 SS 使わんとあかんかったか。まあ SS って困らないけど強え。てかこいつアレックスと違ってさ、マジでちゃんとラッシュ使えばループするからさ。強えんだよな、コマ投げが。まさかコマ投げ全然強えんだよな。あんた投げ向けしてきたじゃん。ちなみに俺最近ね、学んだんですよ。学んだことがある。コパン仕込みラッシュさ、立ちコパにしてたんだけどさ、しゃがみコパでよくね、これって。ああ、しゃべりながらやってたから、見つけてなかったわ。踊りなさい。
使ってもよかったっけ。はい画面見て、はい画面見てね、ぶっちんできちゃったな、これよくないよ、画面見ようね、俺今の、まあ当たったからオーライなんだけど、画面見ないと将来大変なことになるよ、俺あのタッチ中盤、動きねえからな、デジあれこれ、絶対投げれるもんですよ。まあ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 、ここ投げたら、やつえー、マジで、中段打ってくんじゃない、中段こいつ絶対コパンコパンで消しようとした。あのままやるもんな、わかるわかる、下段が入ってないな、レンガか、そんなわけないよな、はいこれ確定ね、これ確定なんよ、あのパリ取るやん、パリ取った後って動けへんやん、一定時間インパクトかくるんよ、だから相手はこれダッシュしないとダメだったんですね。はい今何分だ、29分、まあこんなもんか、まああのレジェンド、まあ、1位はもう絶対なれないわ、俺わかる、自分でわかる、俺がどんだけ女スクリーン食べてたかも俺がわかってるどんだけ俺がこの大パン女スクリーンもうちゃんとね、ツイッターで見てたもん、大パン女スクールのおかげっつって、見つけた瞬間これかや、あんまりだぜ、まあ1位取れたからいい思い出か、すーあエド、ほんとエドの動画出そうかな、一応1700ぐらいまであったし、今度エドの動画出しますわ、まあ一応ねエドも一応、うん、処理券出るよ、一応ね、まあ、あの透けてるけど、なんかスカシトビされたら多分全部負けてるけど俺てかエドちょっと泣いてる理由が一個あってさ、モダンの方が強いって話聞いてさ、じゃあ使い意味あんのかなこのキャラと思って泣いてるわ、ルークの方がいいんじゃねってサブに持つんだなって思ってるけど、 DJ ルークって持つ意味ねえよなってなってっから、マジで持つなら多分ガイルなんだよな俺、あの DJ できつい相手がジュリとか、ジュリなんかきつごぼうに置いたけどなんかやっぱきついかもって最近思ってるホンダ、ホンダガイルじゃ無理だな、ホンダ多分ガイルゲールきつだわ、100巻だけで死ぬわガイル、秋はねガイルかなりいけそう、かなりいけると思って、か秋 JP はまあ無理やけど、まあ、JP は DJ 出すわ、JP に有利ついてるキャラルークぐらいだからな、もう、ああまあ相性崩壊良さそうなんだよな、普通にダイリがいけねえキャラがダルシム JP だから、まあ結構 DJ いけるやつらなんじゃねえかな、あ江戸出せるかな、ろくなプレイになってねえかな、江戸もうちょい頑張りたいね、DJ もぼちぼちやってきますわということで、さよなら。